JR 貨物 18D 型コンテナは、日本貨物鉄道が、国鉄型コンテナを置き換える目的で1989年から1991年までに23,600個、配備した12フィート型のドライコンテナである。使用中の 18D-19,999 かつて鈴木から供給されていた松田キャロルの実車を、コンテナ輸送していた。 参拝輸送用に転用された事例。両側扉に肩開きで、外乗り寸法は高さ 2500mm、幅 2438mm、長さ 3715mm と従来のコンテナよりも全長が長くなっている。最小内包寸法は高さ 2209mm、幅 2261mm、長さ 3642mm。 側入り口は高さ 2159mm、幅 3635mm。床面積は8.3平方メートル、内容積は18.3立方メートル。最大積載量は5トン。使用塗色は 18A 型などと同一であるが、塗装パターンが異なるものへ変更されている。その製造数から一気に一大勢力のコンテナとなり、一時代を築いたが、 経年による老朽化も目立つようになり、2001年度以降、19D 型や 20D 型などへの置き換えにより廃棄が進み、2013年1月に全廃になった。過去に、上脈物流専用の W18D 型に改造されたものもあり、W18 回型登場後も、上脈輸送の主力コンテナとして使用されていたが、こちらも老朽化により、 すべてが廃棄された。現在は、四重用途の ZD18D 型に改造されたものが残るのみで、北海道で10個試験で使用されている。また、ZD 化していない 18D-1 が、京都貨物駅に保存されている。ありがとうございます。